人はアメリカ合衆国イリノイ州県軍の都市であり、一部がクック軍にかかっている。シカゴからは北西に40マイルの位置にあり、ホックス川に沿っている。2010年国勢調査、イリノイ州では8番目、全米では241番目だった。イリノイ州北東部計画委員会の予測では2030年に人口16万7375人になるとしている。 1832年のブラックホーク戦争により、後にエルジンとなった地域に居住し、マウンドを築いていたインディアンが排除され、ヨーロッパ人がエルジンの街を設立する条件ができた。この戦争の間に、アメリカ軍、ウィンフィールド、スコット将軍が率いた数千人の民兵や兵士が、ホックス川の警告を抗軍し、この地域の肥沃など情や流れ出す泉があるという、話が、 東部に伝わった。ニューヨーク州では、ジェームズ・ティ・ギフォードとその兄弟のヘゼキア・ギフォードが、この地域が開拓に向いているという話を耳にし、西に向かった。シカゴからガリーナに向かう、駅馬車のルートを探している時に、ホックス川に橋を架けられそうな地点に入植することになった。1835年4月、彼らは町を建設し、スコットランドの賛美歌、エルジンの歌からとって、 街の名前をつけた。1849年、ガリーナシカゴユニオン鉄道がエルジンまで延伸され、後にはホックス川の両岸を走る鉄道として機能し、この成長しつつある街をシカゴなど都心と結びつけた。初期のエルジンは、シカゴに向けて販売したバターと、落農製品の街という評判があった。ゲールボーデンが1866年に、 コンデンスミルクの工場を設立しており、エルジンの図書館は彼の名前が付けられている。街にエルジンナショナル時計会社が設立されて、落農業は重要ではなくなった。この時計会社はアメリカ合衆国では最大の精密時計製造者となり、19世紀から20世紀半ばにかけて3世代にわたるエルジン住民を雇用した。現在でもシカゴのユニオン駅にある時計には、 エルジンの名前が入っている。1872年、州内でも大きな施設である北入りの異州立精神病院を、また後には体液閉管理病院を誘致した。エルジンは教育と発明について長い伝統がある。市内には、アレゲーニー山脈より西では、最古の教学、無宗派、カレッジプレパラトリースクールである、エルジンアカデミーがある。 エルジン高校からは5人の海軍提督、1人のノーベル賞受賞者、1人のピューリッツァ賞受賞者、1人のトニー賞受賞者、2人のアカデミー賞受賞プロデューサー、複数のオリンピック出場者を輩出し、またゼネラルモーターズの CEO も出た。1914年にはエルジン住民のジョン・マーフィーがモーター駆動の街路清掃車を発明し、後には エルジンスイーパーコーポレーションを設立した。先駆的なアフリカ系アメリカ人科学者、ロイド・ホールがエルジン生まれであり、伝説的なマーケターでカーステレオンの開拓者あるマットマン・ムンツとアメリカでは初のプラネタリウムであるシカゴのアドラープラネタリウム設立者、マックス・アドラーも同様である。地元の歴史家 EC アルフトがエルジンの歴史についていくつかの著作と現在、 進行中の新聞コラムを書いてきた。エルジン創設者、ギフォードの邸宅エルジン氏は、ビクトリア時代からの歴史的建築やランドマークで知られており、安城様式の邸宅の例もある。注目すべき邸宅の多くは昔、エルジンナショナル時計会社重役のものだった。1908年から1940年にかけて、多くの興味あるシアーズカタログに掲載された家屋がキットとして、 エルジンに運ばれた。ビクトリア様式の邸宅の前の時代は土地産出の丸石で邸宅が作られていた。ある時点ではニューヨーク州ロチェスター以外では丸石の家屋が最も集中していた町と考えられている。最初期の開拓者が建設したそのような建物がいくつか現在も残っている。それらはエルジンの歴史地区にあり、そのうち二棟は アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。ローズ公園にあるエルジン公共博物館は博物館として建設され現在でもその目的で残っているものとして入りのイ州最古の建物である。9人の委員からなるエルジン歴史遺産委員会が歴史の保存活動を促進している。ギフォード公園協会も歴史保存に活動しており、毎年人気のある。 ツアーを実施しているエルジンには、イリノイ州でも最大級のオーケストラである、エルジン交響楽団があり、シカゴの北西部郊外地では主要なクラシック音楽演奏の提供者となっている。その他クラシック音楽の演奏家としては、ラビニア音楽祭に唯一招待された青年オーケストラである、エルジンユース交響楽団、エルジン合唱連盟、エルジン児童合唱団、 エルジン歌劇団がある。ウィング公演バンドシェルでは、屋外音楽も楽しめる。劇団としては、ジャヌス劇団、エルジン劇団、エルジン子供劇団、フォックスバレー青年劇団、及びナッシングスペシャルプロダクションズがある。さらに、ヘメンズ公会堂や、エルジンコミュニティカレッジの資格芸術、芸能センターでは、毎年、シカゴのハバード通り舞踏団から、 ビル・マッハーまで数多い公演が行われている。1980年代にランドマークになっていた多くの企業が亡くなった後、1990年代にはグランド・ビクトリア川船カジノができ、地元経済も改善されてルネッサンスを経験した。多くの歴史的建造物が流行のクラブやレストランに転用された。 エルジンの市民公園には広さ112エーカーのローズ公園があり、ここにはエルジン公共博物館、ペット動物園があり、アメリカバイソンの群れもいる。広さ121エーカーのウィング公園にはゴルフコースがある。その他にローリングクノールズカントリークラブ、ハイランズ・オブ・エルジン、エルジンカントリークラブというゴルフコースもある。センター・オブ・エルジンには水上公園や、 クライミングウォールがあり、アメリカ合衆国でも最大級の市民、レクリエーションセンターとなっている。シニッシュ川にある、エルジンスポーツ施設は10面の照明付き球技場、10面のサッカー場、および自転車モトクロスのトラックがある。この施設では、毎年市内、地域および全国レベルの競技会が開催されている。市内のフォックス川トレール自転車道は、北のアルゴンキン村とダンディ村、 南のセントチャールズ市、ジェノバ市とバタビア市につながっている。エルジンは、イリノイ州で、最も成長速度の早い都市に分類されるが、現在でもこの地域に開拓者が訪れた時の、自然美や生物種がいくらか保持されている。市の東部には4200エーカーのクック群、森林保護部が管理する、ポプラクリーク自然保護区があり、自転車道、ハイキング道及び、乗馬道がある。 この保護区にあるシューファクトリーロードプレーリーはかつてこの地域に散在した丘陵プレーリーの例が残っている。ポプラクリーク自然保護区はシアーズの敷地にある保護地駅圏のある土地を経て広さ4000ウェーカーのスプリングクリークバレー森林保護区につながっている。さらに市内にはブラフスプリングフェンとトラウトパークという二つの自然保護区がある。ブラフスプリングフェンは 草原やフェンあるいはアルカリ、泉湿地など特徴ある植生が数多くあり、希少種のオーキッドが咲いている。トラウトパークにも類似したカルシウムを含む湿地があり、多く、西洋とネリウコ、カエデなどに加えて、ヒノキやマンサ作の通常見られない種がある特徴的森林を形成している。この公園が1920年代に開設された時、 地元新聞は大変多くの植物種があることと、保存に対する市民の関心を反映して、一面に植物種のリストを添えた長文の記事を掲載した。1960年代、ノースウェスト有料道路がこの場所を横切り、その大きさを現じることになった。エルジンは、イリノイ州で最も成長速度の速い都市に分類される。2005年6月、シカゴトリビューンは、 エルジン市長、エド・ショックが、エルジン市は40年のうちに、イリノイ州、第二の都市になると語ったことを引用した。市の再生部開発戦略は、フォックスバレーをつなぐ、主要小売業回路になってきた、ランドール道路西の農地に1万4000軒の住宅建設を求めている。エルジン中心街も、土地開発業者の関心を引きつけている。2007年までに、 総額1億ドル以上をかけた3つの大型住宅開発プロジェクトが完了した。ゲール・ボーデン公共図書館は新たに3000万ドルをかけた増書量46万冊を収めることのできる建物に2003年10月に移転した。その他の最近のプロジェクトでは4100万ドルをかけたレクリエーションセンターであるセンター・オブ・エルジンがある。市の急速な成長によって交通。 スプロール減少及び新しい市民に対する市のサービス能力に関して心配を増している。市当局は市の浄水処理場が新市民に供給できるだけの十分な能力を持っていると主張している。エルジンは浄水の質が良いことで知られており、過去10年間でケーン軍で一番、さらにイリノイ州で一番と言われてきた。1990年代、イリノイ州北部では 川船カジノを誘致した数少ない都市の一つになった。このグランドビクトリアカジノは当初議論を呼んだが、市の重要な収入源になることが分かってきた。2005年3月時点で年間400万人近い客を呼んでおり、イリノイ州では5番目に観光客の多い都市になっている。グランドビクトリア基金にはカジノが1億1160万ドル以上を寄付しており、 市内の非営利団体に助成金を交付している。市内には少なからぬラオス人社会がある。エルジンは1967年以来ラオスの首都ビエンチャンと姉妹都市を結んでいる。店舗やレストランを開店したラオス系アメリカ人をおり、市の多様性を増している。エルジンの市民社会は大型で多様で、実効ある草の根組織集団という特徴があり、社会に誇りを感じ、 ボランティアや参加の精神がある。これが認められて2002年には全国市民連盟から2度目のオールアメリカ都市賞を受賞した。市民団体には以下のものがある。エルジンは1854年にイリノイ州から認可された都市であり、その100年後に市政委員会、シティマネージャー方式を採用したことではイリノイ州最初の都市になった。市民は 全市を選挙区とする6人の委員と1人の市長を選出し、彼らが非常勤で奉仕している。市政委員会は、各州の水曜日午後6時に市役所で会合を開く。常勤の専門家であるシティマネジャーは市長と市政委員会のために活動する。イリノイ衆議会では会員に民主党議員2人、共和党議員1人、上院に民主党、共和党、 1> 各一人の議員を送り出している。連邦議会会には民主党議員二人、共和党議員一人を送り出している。エルジン市には、クック軍のハノーバータウンシップ、ケーン軍のエルジンタウンシップ、プラトータウンシップ、ラトランドタウンシップ、ダンディタウンシップ、カンプトンタウンシップの部分を含んでいる。エルジンタウンシップは4年任期である、監督官、事務官及び4人の理事が統治している。 エルジン消防署は訓練担当官や常設消防車隊がいない者としては入りのイ州最大である。現在は非常勤消防車隊を兼ねる二つの非常勤救急隊が務めている。エルジンは北緯42度2分22秒整形88度17分19秒、北緯42.03944度整形88.28861度、 42.03944-88.28861六一日する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は25.4平方マイル、この内陸地は25.0平方マイル、水域は0.4平方マイル、水域率は1.54%である以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。エルジン氏とイリノイ州同規模都市との 人工動態比較創始図、cnnmoney.com、homeinsight.com、e、オンボード LLC、US センサス 2000L ン駅のメトラ列車市内には、メトラのミルウォーキー地区再線の駅が3つあり L ンと、シカゴのユニオン駅の間を毎日運行している。3つの駅は、ナショナルストリート駅、L ン駅及びビッグティンバードーロ駅である。 ビッグティンバー道路ー駅はこの路線の西側の終点である。スター線ができれば、バートレットとの市境に四つ目の駅ができることになる。かつて市内には、オーロラエルジンフォックスリバー電鉄が運行する路面電車が走っていた。さらにいくつかのインターアーバン路線も存在した。この中で最も著名なものは、シカゴオーロラエルジン鉄道であり、 シカゴへの電車を高頻度で運行していた。市内バスはパーチェが運行している。パーチェは約12の市内バス路線を月曜日から土曜日まで走らせている。これらのバス路線の大半はに市街地の西シカゴ通り100あるエルジンバスターミナルを発着している。バスは30分ごとに運行されていており、また乗り換えの利便性を確保するため同じ時間にターミナルへ到着する。 いくつかの路線は市外のカーペンターズビル、ダンディ、シャウムバーグ及びセントチャールズのような自治体にも運行されている。エルジンバスターミナルからはグレーハウンドのバス便を利用できる。市内には4つの教育学区と18のシリーズ学校がある。公立教育学区は次の通りである100周年、記念貨幣1936年。 アメリカ合衆国造兵局からエルジンの設立100周年を記念してハンドル記念銀貨が発行された。この貨幣は彫刻家トリグベ・ローベルシュタットの提案になるパイオニア家族を記念するための基金集めに使われ1.5ドルで販売された。表面は1673年と1936年とされる開拓者の顔があり、裏面は開拓者の家族になっている。 どちらも、ローベルシュタットが制作した100周年、パイオニアメダルに基づいていた。1673年というのは、ルイ・ジョリエとジャック・マルケットがこの地域に遠征した年で、あるが、その皇帝では、後のエルジン近くの地を踏むことはなかった。この貨幣は、大きな成功にはならなかった。おそらく世界恐慌があったことと、当時は、様々な記念貨幣が発行されていたためだった。 当初、鋳造された2万5千枚のうち5千枚が、売れ残り、造幣局で溶解された。ローベルシュタットの開拓者の彫像は2001年になって建立された。ありがとうございます。